南国にぴったりの衣装です。そうですね、はい、南国なんですけど、さっきまで大雨でした。あー、大雨でした。はい、なんとかやっと晴れました。すごい綺麗に見えるでしょ、うん、シュールです。マックスです。僕マックスです。マックス、今日の調子はどうだい？いいんじゃない。僕のさ、さっき見た？泳いだの。見た見た、マックス泳ぎ得意だね。いつも泳いでんの？昨日は背泳ぎやってたんだけど、今日は犬かき。うわー、背泳ぎ見たかったな。マックスの背泳ぎ見たかったな。日本人いていい。リクシャ今。ツッコミだツッコミ。ツッコミだったのね。マックス今日ちょっと天気があんま微妙だけど、どうしたの？お前来たからだろ。マックス結構毒舌だね。マックスこんな可愛い顔して。あ、一瞬その状態でこっちギラッと。来ましたよ。レスキューが来ましたよ。だからね、そう、流されていく感じがね。そう、あ、流されなお。流されなお。おお、助けられて帰ってきましたよ。私一人だとどこ行っちゃうか分からない。はい、どっか上で、左右ならまた会う日まで。え？よし、なんか取れた。たまに視線外しててもいいな。で、あ、ちょっと迫力ないな、やっぱり飛ぶぐらいだな。先生が放射だけありがとう。ねえ、すごっ。なんて言いながら酔っ払っちゃったんじゃない？うって、ちょっと、先が入っちゃって、ちょっと、あ、僕大丈夫です。さっき飲んだばっかりなんで、これ以上で飲むと水腹になっちゃうよ。 ありがとうございます。いただきます。イギリスのね、シャックルの止め方はね、鼻つまんで水飲むの。はあ、止まったっぽいよ。お、無事正常な呼吸に戻りました。イエー。お、急に強気になりましたよ。
晴らしい。休憩。じゃあ今日は、はい、これを見てるみんなのためにお団子を作ってあげます。どんなお団子？ちゃんと残さず食べるんだぞ。はい。いえ小学生みたい。しかもなんかなんかすごいことになったね。なったね。あらららら、お疲れ様でした。楽しいです。すごい綺麗な夕日と最後一緒に撮影できて、なんとか天気も持ち直し、なんとか夕日で撮影することができました。素晴らしい夕日を。はあ、なかなかないです。私有形で撮ろうって言ってもなかなか雨で潰れて中止になることが多かったので、久しぶりの有形と一緒に撮影しましたね。よかった。これは今年は、はい、今年はもういいことあるんじゃないですかね。えまたサブラでグラビアで綺麗に頑張ります。行きます。お願いします。どうもありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様でした。長澤奈央ちゃんでした。お疲れ様です。